うん、暗っ。ゆりでーす。さくらこです。ゆりです。今日はレミでーす。コラボレミでーす。今日は今沖縄のヴィラに泊まりに来てて、あのすごく素敵なヴィラなんですけれども、ここで、はい、女子会トークしていきたいと思います。イエーイ。じゃあ早速乾杯しますか。もうあの1軒目飲んできて、うん、短いで短い、はい、この缶パッケージ可愛い、可愛い、アリアンビール、カバーイ。なんかアリアンビールも種類がね、うん、いろいろあって、これ何なんだろう。シークワーサー入った。はい、おつまみこちらです。じゃあ私の好きな濃厚チーズ味とポップコーン、あとは私の推し、タケノコの里と、私の推し、イカ天のみ天です。です。じゃあこれをつまみにね、今日はおしゃべりしていきたいと思います。よし、食べる。よし、食べる。パスポン。パスポン、ここ？いろいろとストーリーでね、あのトークテーマとか質問を募集したので、そこからピックアップして答えていきたいと思います。はい、どれにしようかな。あ、これでもドライブトークでもちょっと話した内容と被るけど、うん、自分の性格を分析するとどうでしょう。最近すごいあのこれだっていうのに言葉に出会えてすごいのが内弁慶。どうやって言うことじゃない内弁慶自分系なんですよね。それがすごい自分しっくりくる。これいい意味なの？悪い？まあ、どっちでもない学っていうだけ。分析どうですかね。そうです。分析。分析ね。分析って自分でできないんだよね。でもまあ、MBTI の診断がぴったりって感じだけどね。うん。楽しいことだよ。うん、そう、キャラクター、そう、キャラクターが言ってた一言を書き出しみたいなのがあって。イラストのところに、じゃあ楽しいこと大好きって書いてあった。まさしく土曜キャってキャンジキャンジ、土曜キャってキャンジです。土曜キャってキャンジ。分析得意そう。あ、なのみは自分が納得しないとできないから、こう自分が本当に好きなの、例えば写真撮ったりとか動画撮ったりとか編集とかが好きだから、そういうのは楽しいし本気で打ち込めるけど、それ以外の仕事っていうのはどうしても身が入らなかったりするよね。人とかはある、なんか振り幅。女から見たこんな女はやめとけ、だから男性に対して読んでくることかな、うん、あるな。なんか何かと男に相談する女。ああ。なんか男だったらこれ何々くんにしか喋れない、あの話せないみたいな。そういうこと言う人いるのかな。じゃあてか彼氏とかの恋愛相談を男にするとか、あ、やめとけ、やめろよ。大体でもさ、そこがくっついたりするもんね。その相談して、そうそうそう、相談聞いてるうちにみたいな。男もどうしたら話聞こえになるし、話聞こえになるし、女もバンちゃんも彼氏と別れてあんたに行こうかなみたいな雰囲気を出すんだよ。だってさ、女友達の方が的確に決まってんじゃん。まあ、男の意見聞きたいとかあるかもしんないけど、その中でその男にわざわざ相談をする女、計算ですよ。本当に仲いいかとかそういうのは別にしてってことよね、うん、それでそれが彼女持ちとかやったら立ち悪いって立ち悪い。だって彼女からしても嫌じゃん、うん、彼女の気持ち考えられないって言うんだわけじゃない、うん、でもそれで関係するとやっぱあれだよね、男しか友達いない結構多分なんかあるね。私男といる方が楽なんだよねなんかね、ちょっとなんか、まあね、確かにそうなのかもしれないけど、うん、いやそれはね、男は気遣ってるよって。そうそうそう、その距離感があるからっていうのは、で、男も多分ワンちゃん下心があったら優しいとか、いやどうだろう、むずいな、むずいけど、なんかでも男だけじゃなくて、こんぐらいの年になって地元にしか友達いないやつやべえよって話聞いたことある。でも多いんじゃないかな。だってコミュニティがそこし
かないじゃん、地元から。からやばいって話、まあ、仕事とかで出てきたとして、うん、ことじゃない。仕事とかと外に出たりもせずに、もう地元だけで固まってるのは、この年でやばいっていうのをツイッターで見た。中学校とか高校とかの森しか難しいじゃん。そう、逆にそれしか知らないから。男といる方が楽なんだよね。うん。今反省させる。なんか違うよね。違う楽さ。楽もあれも違うよね。でもさ、そのさ、私男といる方が楽なんだよねってさ、まあその数少ない女友達にそれを言ってるとするじゃん。その発言がもうやばい。その発言からして、もう女友達いないじゃん。だからかってことだよね。それは男友達に言ってるとかだと別にいいけど、うん、確かに。あれはなんか自称サバサバ女子。ああ。なんか実際にそういう風に会ったことはないんだけど、うん、なんかよくなんか SNS とかで見るのは、私はおっさんって言われるみたいな。それね。おっさん。うん。中身おっさんだからみたいな。そういう人に限ってその男の人に対して酔っ払った時とかのボディタッチがすごいとか。自称系はさ。あんまりじゃないって言ったらなんか自称天然とかもきついよね。私天然だからって今言う人いないけどね。いや、うん、昔多かったよね、うん、全然天然じゃないですよみたいな。わかる。でもそういうなんか言われて喜んでる子もいる。あ、なんか自分も天然ってなんか言われたことがあったけど、うん、なんかそれってどういう反応が正しいんだろうって思ってたもん。正解が分かんないね、その言われる側も。別に天然ではなかったんだけど、面白い。天然って深いね。絶対嫌だけどな。でもさっきも言われたことあるし。言われたことあるし、まあそういう傾向がある時も分かる。本当になんかそうだと思う。なんか変、そのドライブ。今天然ではないかでもそういうことを。そう。そうなんていう、なんか抜けてるとか。ああ、そうだね。天然って言い方はもうしないかも。確かに天然って流行った。なんか、流行ったよね、その、ある感覚の肌感ある。自称天然もいたでしょ。天然ってよく言われますみたいな。ああ、いたかも。でも私天然だからなって自分で言うの。ああ、いい。言われるんじゃなくて俺で言うでしょ。難しいよね。なんか自分で、そうそう、なんか自称しちゃうことでそう見られたいんだろうなみたいな奥のあれが透けて見えるから、ちょっとうんってなのかな。性格悪いのかな自分が。でも自分で自分のこと人見知りって言うけど、うん、あそれもなんか良くないっていう人もいるよね、うんうん、それでなんか、うん、だから頑張ってくださいみたいな、その相手に投げてる。そうだね、自分は頑張る気ありませんよに見える。そうそう、試合放棄に見える。そうそう、だからそれも良くないと。わかる。言うよね、言い訳にして。そうそう、わかる。それも言ってわかる。人見知りだからってなんかこう不愛想にしていいわけじゃないよね。いるね、その無愛想だったりちょっとあれみたいな思ったら、初対面だった時に仲良くなってから、あ、人見知りだからみたいな言う子結構いるじゃん。でそこに対して別に怒ったりとかいらっしゃったりないけど、どうにかできそうだよね。その感じ悪くならないようにはできそう。何なんだろうね。なんかね、なんかそうしてきないんじゃない。でもなんかそれが可愛いぞって思う時もあるけど、なんか不器用さっていうかな。自称、自分で自分のこと人見知っていう子結構自分の周りにもいるけど、うん、でもなんかそういう風じゃない子が多い、うん、だからその、うん、本当はっていうところだから、うん、だからみんなそれに頑張ってて、うん、実はみたいなところがある人が多いから、ね、なんか日本人は特に9割ぐらい人見知りかも。そうだよ、そういうみんなそうだよねって感じか、うん、でもなんかその人見知り、自称人見知りで頑張らないタイプの人って、うん、こっちがその子が興味あることとか引っかかることを言ったらいきなり食いついてきたり心開いたりするじゃん、うん、だからそのコミュ力高い人ってそれを開かせたりとか引き出すからすごいなと思う、うんうん、女から見たらこんな女はやめとけかな。まあ当たり前に男女で態度変える人は、うん、でもそれ男の人気づかないと思うよ。気づかない、ね、なんで。でもやっぱ自分でなんかでも私はそのさ、自分にとって利益がある人にしかいい顔しないみたいな白状さとかなんだろうな、うん、がちょっと今普通に、うん、そうね。なんかでもそれってそれもまた言うんだけど、男
目線じゃ多分分かんないじゃん、うん、自分がじゃあその利益ある立場の人間だとしたら他の人にそれやってるのって気づきにくいんだよ。だからそれすらそのサインが分かるくらいのなんかの方が多分ためになるよ。分かる。あ、見抜くサインってことだよね。そうそうそう、そんな友達がいないってことだよね。あ、でもね、そこにそういうこと、そんぐらいのサイン。で、逆の立場でさ、じゃあ女友達しかいない男とかのパターンとかもさ、うん、そういうことじゃないの。すごいね。確かに一概には言えないけど、何かがあるかな、うん、それは何なのかな、なんか嫌われる要因があったみたいなさ、うん、あとはいつも他人話しちゃうんだなんかもうワイシャツとか着てたとしても、うん、いつもなんか3個ぐらいボタン開けてて見える、うん、なんかでもそれって景観はいいじゃん、なんか女の人も見たいって思った。そう、見たら、うん、でも己のオプションは存分に生かしてもらっちゃっていいんだけど、うん、毎回毎回それだったらちょっとすごいよねっていう。そうだね、確かにね。でもおっぱい大きい人って、まあ、髪も出すは置いといて、なんかピタッとした服着るじゃん、うんうん、でもあれってなんかそういうの着ないと太って見えるんだよね。そう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 、ダボっとした服着ると、うん、太って見えるから、うん、そういうのを着たら置いないって、うんうんうん、そうだよね、なんかそういうつもりなくても、うん、なんかそう見られちゃうとかは苦悩あるかもしれない、うんうんうん、だから谷間もその着やすい効果で出してちょっとやっぱこの詰まるとね、うん、だからちょっとこの辺開けといた方がいいのかもしれない、わかんないけど、最近の悩みとか、あ、最近の悩みねあのね、うん、本当に最近っていうか本当自分ダメだなって思うのが名前が覚えられないんだよね。でも本当にその最初挨拶した時に覚えようって気持ちがないからそうなんだから、多分私といると私が覚えるから多分そういいやって思ってんのかな。でもなんだろう、その場をよろしくお願いしますって言われると、その名前覚えようっていう方に意識の概念は分かる分かる。その瞬時にさ、その思考いかなくない、自分の名前言って、スイッパーにお願いしますって言って、あ、何々ですよろしくみたいなさらって言われると、もう入ってこないし、レミも人の顔本当に覚えられない、レミも。でもね、それはそういうなんか脳があるらしいですね、うん、人の名前覚えれないとか、人の顔覚えれないっていう、うん、病気までいかない、まあ、病気もある、うん、とかはあるから、服装で覚えてるんですよ、その時の。だから次は危うい、危ういね。そう毎日そう服着てるわけじゃないからね。名前は覚えるコツあるよ。あのでも覚える気がない人は使えない。もうある。ある、うん、じゃあ教えてあげる、うん、教えてください。その名前聞いた時とかに自分の中で連想ゲームとかする、うん、例えばじゃあなんて名前、佐藤さんだとしたら、え、どっちの佐藤ですかとか、なんか佐藤もいろいろあるけど、あ、人弁に左で、あ、とうですねで、この会話しただけでも全然違う。それ以外なの佐藤って佐藤そんなわけないじゃんで、斎藤とかね。あ、そうそう、で、逆にそんなどの佐藤ですかとか言って、え、逆にどの佐藤があるのとかいう会話したら、それも覚えるじゃん。その会話とかで一言自分ならではの何かを連想してつなげるとめっちゃ覚えやすい。けどそもそもだって一旦で終わるもん。終わる。そうなんだよね。だって2回バタバタしてる時とかもあるでしょ。2回目聞かないしね。でもなんか例えば挨拶した時に聞き返してくれる人いるじゃん。それちゃんと聞いてるみたいな。そう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 。なんかそうなんだよね。なんかでも挨拶の時って一番なんか自分の心情ハラハラしてる。なんか早くしなきゃ、うん、早くしなきゃ。もう仕事も始まるし、みんな準備してるし。モデルの仕事とかだと、やっぱみんなには資料いってて、あらかじめしてくれてるじゃん、うん、でもモデル側にはその資料ってないことの方が多いから、うん、誰だっけってめっちゃなるんだよ。でもさ、逆にさ、自分の名前をさ、忘れられないようにした方がいいなって時とかも、そんな時はないな。忘れられないようにした方がいいなというよりは、なんか一言加えた方が絶対覚えられるな。キャッチコピーってこととか、その4月生まれなんで桜子ですっていうのと、うん、桜子ですっていうのって全然多分覚えられるが違う、うんうんうん、だから4月生まれの桜子ですってやってんの？やってないけどねでもなんか1回で覚えれた方がお互いこう、まあね、なんだろう、スムーズ、うん、でもさ、桜子って名前いいよね。春生まれなんだって なくないけど。あ、そうね、話題。そう、確かに。なんていうの、まゆりとかだったら別になんか聞き返されない。あ、まゆりちゃんなんだ。レミに関してはレミですって、もうレナちゃんってその後変化されてる。あ、でもレナ顔だ。そう、レナちゃん。レナって似合う。レミってあんまり多分連想なんないよ、ね。だからそういうのもなんかドレミのレミです。あ、そうそうそれそれ。だね。絶対忘れないよドレミちゃん。でも愛嬌じゃない？それ言ってると何か、ね、あーってなるし。ドレミが鳴らしだ。ドレミちゃんって呼んでくださいとかね。
可愛い。あたのドレミちゃん、うん、でももうできないんだ、そういうこと。いやでも結局だからさ、アイドルの言う自己紹介ってそういうことだったの、そういう意味で大事だったんだみたいな。当時はやりたくなかったし、なんやねんって思ってたけど、あと大事。ちょっと戻るけどさ、挨拶するじゃん、誰だ、何々です、何々ですとかやるでしょ。あれのタイミングむずいよね、本当に。戻るけど本当にあの、くって言っちゃうの、挨拶を。あの言わなきゃっていう義務の方が優先なんだけど、新しい子が入ってきたら、うん、その挨拶してくれるのね。それがいつもクックって言っちゃうの。はいはいはい、解決法、一回その子挨拶してくれた子の名前をオウム返しして、うん、あ、なにちゃんですね、うん、よろしくお願いします、参りって言いますと、確かに確かに使ってください、そのカムが大事に、そうそう、そしたら名前も覚えられるし、本当後輩の名前も覚えれないの。一回言って、じゃあ、うん、復唱して、うん、そうね、ナイナイさん、うん、よろしくお願いしますね。でも本当名前呼んであげるのってマジ好感度高いからいい、いいよね、絶対。あるあるある。ミルクって高いに越したことないしね。あ、そうだよ。あの印象もいいに越したことないしね。まあちょっと一生努力していきましょう。はい、頑張ります。ということで、この動画が良かった方はどうぞ、チャンネル登録よろしくお願いします。レミちゃんとのコラボ動画もぜひ見てください。概要欄に貼ってます。